ロングウェイカー通りからオールドウィッチ方向を南向きに眺めたドルリーレーン。ドルリーレーンにあるオックスファムの店。ドルリーレーン周辺の街路。ドルリーレーンはロンドンのコベントガーデン地区の東の境界をなしている通りでオールドウィッチとハイホーボーンの間に伸びている街路。北側はカムデンロンドン特別区に南側はシティオブ・ワイストミンスターに入る。この通りは 19世紀後半にオールドウィッチ通りとして再開発されたウィッチストリートの生誕から始まる。そしてエリザベス一世の時代にガーター騎士団の一員であったサー・ウィリアム・ドルリーが建てた家へと向かっていく。正面に馬車置き場背後に庭園を備えたドルリーハウスは女王の長身であったエセックス博による失敗に終わった無本の陰謀の現場であった。 17世紀にはクレイブン博のロンドンの邸宅となり、その後はボヘミア王妃、エリザベス・スチュアートを看板にしたパブとなっていた。しかし、18世紀になるとドルリー・レーンはロンドンでも最悪のスラムと化し、もっぱら売春と人カはの通りになっていた。一帯は最終的にはキングスウェイとオールドウィッチの開発に場所を分けるため、結局のところ一掃された。 この通りの名前は、しばしば当地にある、シアターロイヤルのことを指して用いられるが、現在の建物になる前の17世紀から、この場所には、劇場が存在していた。ドルリーレーンには、ニューロンドンシアターも立地している。ドルリーレーンの通りには、マフィン売りの男が住んでいる、とよく知られた同様に歌われている。Do you know the muffin man? ?The muffin man, The muffin man. Do you know the muffin man? Who lives in the lane? フーライブズインドラリーレーン,マン。マフィン売りを知ってるかいマフィン売り、マフィン売りマフィン売りを知ってるかいドルリーレーンに住んでいるドルリーレーン173番地には、今日ではイギリス最大の小売り業者となっているセーンズベリーの最初の小売り店があった。この店は1869年に開店していた。ありがとうございます。